なってんじゃないのこれ。あ、橋もできてる。あ、忘れてた。やべえ、改築してる。今のあり合わせでちょっとハウジングしますか。お、家でかくなってんじゃないのこれ。あ、橋もできてる。どうも高田健志です。橋ができて家が大きくなった高田健志です。本日の動画はですね、ちょっと時間がないためにかなり短めになってるとは思いますが、ちょっと家の中を見てみましょうよ。どうなってるんですか。おお、ここまで大きくなって、ちょっとハウジングしようよ。もう嬉しいよ、こんな大きくなって。よっしゃ、ちょっとハウジングしよう、ハウジングしよう。ハウジングする前にちょっと待てよ。いや、これね、短くなるって言ったけど無理だわ。じゃあハウジングする前に、公共事業で橋立てたってことは別の公共事業ができるってことでしょ、これ。ってことはさっき公共事業でしょ、そんなんだったら。何から行こうかな。何があったかな、公共事業。ちょっと確認してみないと覚えてないけど、これ椅子に座って、座れ座れ。さあ座るんだ。時間がないんだ俺には。はいはい、どうしました。お、吊り橋の完成を記念して、何、お祝いの式典を開きたいので代表としてご出席ください。いいですよ、嬉しいですからね、この思いの丈を。俺がほとんど金出したけどね。え、ではもう手配してありますので会場へ向かいましょう。こういうイベントあるんだ。どこでやんのこれ。式典、橋の前とこかな。あ、橋の上だ。全然参加者いねえ。チョコボールみたいなやつが一人だけいるわ。さて、それではただいまより吊り橋の完成記念式典を開催いたします。司会進行は私静江が行わせていただきます。うわ、盛り上がるね式典。ありがとうございます。では次に村長より祝辞を頂戴いたします。県市村長、何か一言お願いしていいですか。やったね。おめでたいね、おめでたいね。あっぱれじゃないよね。可愛らしく見えてくるようになってきた、なんか村長は。本当にその通りですね、村長、ありがとうございました。では最後にあれのご用意をお願い。ん、あれって何。あ、なんだこれ。はいよー。あ、クラッカーだけど、なんでこんなに人がいないの。なんで嫌い俺のこと、みんな。ありがとうございましたっつっても一人しか来てないから、多分暇人しか来てねえんだろう。あら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 、君はなんで来てくれたんだい。ついでに喋ってあげよう。ピータンくん、うん、イメチェンしたいぞ。もうこのキャラが定着しちゃって、今更キザなこと、とかできない感じになってるだろ。この村にいる限りため息つきながらコーヒーキスするような渋い男になれないんだよ。ここは一丁、引っ越しを機に渋い男デビューしちゃおうか。はは、予定日は今月の20日。何、え、行っちゃだやだ。行ってらっしゃい、行っちゃやだ。引っ越す予定、そういうことね。全く世話のや、よかったよかった。こいつ引っ越しそうになってたんだ。なんだよお前、これで何もないか、なんか話して。危なてか。あ、なんかでもちょっと外出たかってるな。なんかこの村に不満があるのかな。そんな悪いことしてないぞ。ちょっと公共授業やるか。では公共事業進めていきましょう。何やろうかな。今回は何をなさる。新しい事業、新しい事業でしょう。リセット監視、石造り、吊り橋、公園ベンチ、移動、噴水、時計、街灯、キャンプ場、囲い。あー、どうしようかな。噴水置きたくないか。99,800 ベルか。あ、99,800 ベルとかしな。99,800 ベルね。移動でもええかな。でも移動、でもこういうのなんかむやみやたらに建てちゃうと後で整備するの大変だから、でも噴水ぐらいはあってもええよね。どこに置こうかな。やります。区
区画整備きれいにしたいからな。噴水置くならどこだ、駅の前とかかな、やっぱり駅前とかじゃない。いやちょっと待って、これマジ悩むな。駅前か、でも上の方ガラガラだな。あ、役所の横とかよくないか、ま、この辺とか。ちょっとどいて、ここ、あれ間違った掘っちゃった、ここ、ここ、はいはい、この辺りで。あーなるほどね、左右に2個ずつ、奥に4つぐらい空き地があれば。なるほど、ちょっと建物に近すぎるってことか。ここでよくないか、じゃあ。あ、でも奥行きがあれだからここ、ここいけんじゃない。はい、この辺りで。ここはどうですか。お、いける。どういう見た目になるか見たい。どんな感じ。あー、ちょっともうちょい、ちょいや、ダメ、俺のイメージとしか、手前手前、もう少し手前だな。どう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 。あ、いいいいいい、イメージ通り、イメージ通り、ちょい、そうそうそう、この位置、この位置、ここに決めちゃおう。いいね、村が発展していくの嬉しい。よしよし、カンパ？あ？金ならあるけど。あ、でもちょっと待てよ。いや、噴水急ぐべきじゃないな。やるなら家大きくする方急ぐべきだから、とりあえず、どうしようかな。とりあえず家具をちょっと設置したいんだけど、コンセプトを考えよう。ちょっと みんなにコンセプトを伝えたい、我が家の。そうだね、今やっぱ女の子っぽい家をこうイメージしてこんな感じにしてますけども、そうだね、この家をもうちょっとやっぱり物が乱雑に置かれすぎ。まあ例えばそうだな、パーテーションとかを置いて、椅子とかももうちょい増やしてね、来客者が来てもええように。あとトイレもないし風呂もないしね。じゃあその辺はさ、今から買い出しに行こう。あ、忘れてたやべえ、改築してる。うわ、明日クソ楽しみ。ちょっと待てよ、マジかよ、早く明日になってくれ。改築してんじゃねえかよ。そうだ、忘れてた、家具買いに来ようと思ったら、一応アルパーカーズも見に行くか。そうだな、これは買うか。これパソコン、あ、1400ベルなら、うん、安い安い、ただだ。このね、あんまりこのソファ好きじゃないんだよな。でもこれ可愛いよね、これ。これ何なんだろう、近未来のソファ、これ可愛いよな。2624買っちゃおう。 OKOK こんなもんかな、とりあえずは。あ、何ですか。そういえさっき落とし物拾ったんだけど、君じゃないよね。あ、喋りかけられないや。一応ちょっとオートキャンプ場も見に行ってみますか。いやー違うなー、和か、和の感じね。あ、これ待って、お空系じゃない。やべ、超期待できる。このワゴンの外のフォルム的にカモメと雲でしょ。あ、海かもしかして。あ、でもな、違うな、これ多分置いてあるもの的に違うな。どうだ、あー、いやーでもちょっと違うかな、浮き輪置いてもな。あ、こんだけか。ボールとか割っても面白いかもしれんけどな。ただこれに使うのはな。じゃあ今のあり合わせでちょっとハウジングしますか。じゃーん、ということで出来上がりました。どうでしょう、我が部屋は。よくないか、普通にこれ。まあ、コンセプトとしてはね、ここで憩いの場ですよ。本でも読みながら、え、ちょっとね、優雅な時間を過ごすわけですよ。で、まあ、本読むので電気があると、ライトがあって、で、まあ、手洗い場ですね。で、タンスの上にちょっと小物なんか飾っちゃったりして、で、ここでちょっと寝るときはパソコンでもやりながら
PC なわけですわね。 PC でもいじりながら寝るわけですよ。完璧じゃねえかよこれ、よくないか。でテレビは撤去しました、置く場所がないので。いい感じの場所に置ける場所がなかったのでテレビは撤去して、完成でございます。これこれはなかなか評価が高いと思うよ。みんな、ああこれは素晴らしいね、俺もちょっと真似しようかななんていう人が続出してしまいそうなお家がやっと完成しました。